どうもこんにちは、ドクトレーナー翔太と今日一緒にやってくれるのは愛犬のあかりちゃんです。というわけで、あかりと一緒にやっていきたいと思います。で今日はね、こういう風にね、やってしまいがちなね、やってはいけない接し方参戦というわけでね、やっちゃいけない接し方についてね、ちょっとねお話をしていこうかなと思うんですけども、いつもね、こんな風にしてください、あんな風にしてくださいっていう動画はね、山ほど出てますので、ね、それは後から見ていただいて、まあ、逆にね、どういうことやっちゃいけないんですかとか、あとね、うちの旦那がこういうのします、ああいうのしますっていうのをね、たまに聞いたりするんで、それについてね、ちょっとね、お話をしていこうかなと。まずね、子犬を迎え入れた時に、やっちゃいけないことね、やっぱいくつかあるんですよ。で、一つね、まず一番最初ね、もう子犬ってどうしても、甘噛みね、これしてきますよね、甘噛みね。で、甘噛みしたりとか、まあ、本当は良くない行動なんですけど、で男の人ってそういうのよくね、俺の時はいいんだよって言って遊んじゃったりするね。甘噛みしてきて噛んできたらフレ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 ね、相手の方がね、もう明らかに甘噛みしてるのに遊びだって勘違いするような遊び方をね、しちゃったりすることが多いと思います。で、特にね、やっぱり子犬のうちっていうのはね、甘噛みはね、悪気はないんですけどね、もう非常に多く出ます、それってね。で、それが悪いわけじゃなくって、よくね、自分も今後を使ってくださいって言った時にね、今後で治りませんって言われるんですけど、今後は治すものじゃなくって、甘噛みが抜けるまでの期間ね、手足の代わりに噛んでてもらうものっていう認識をした方がいいので、あれはね、治すものとはまたちょっと違うんですけども、まあ、暇を潰してあげたりとかね、ある程度、まあ、もちろん今後やりながらね、手足噛んでくるっていうことはないので、それをやってる間に平和な時間が生み出せるっていうものではあるんですけども、よくね、手足噛んでくるときに、男性だと特にね、それ遊びにしちゃうこと多いと思うんですけど、そっからね、徐々にね、白熱してきちゃって、やっぱりね、悪気はないんだけども血が出るぐらい強く噛むようになってきたりとか、他の家族に対してもね、強くなったりとか、特にね、まあ甘噛みだけじゃないんですよ。吠えてるときも、例えばお母さんのとき吠えないのにお父さんに向かってはね、お父さんに向かってこうやって吠えるから、なんだよなんだよ吠えるなんだよってやっちゃう人いるんだけども、これもね、本当は、ワンちゃんがね、もしねお父さんに対して警戒じゃないけども、まあ、なんかちょっと吠えたりとかね、そういうのが出てくるようだったら、一緒にねトレーニングをしてあげて、絆をつないであげるとか、まあ、その中でね、いいダメっていうのを例えば教えていくっていうことはすごくいいとは思うんですけども、教える目的じゃなくって、なんか俺に対していつも吠えてくるから、ほらとかってやって、からかうっていうかね、そういう行動しちゃうことあると思うんですよね。これね、ワンちゃんに警戒心を抱かせるのと、あとやっぱりね、ゆくゆくなんかそういう行動が他の人にやるようになったりとか、ちょっと強めに出てくる可能性があるので、やめた方がいいのかなと思います。子犬にやっちゃいけない接し方その2ですね、鳴らすと称して我慢させるってやつですね。よくね、いろんな経験させてくださいって言うから、あ、捕まえた、おいでとかって言って、でブラッシングとかをこうやって、じゃあやるからねって言って、あーよしよし、あーよしよしって嫌がってるの無理にやるじゃないですか、ね、でこれで嫌がってるの無理にやった時に、ワンちゃんもね、もちろんブラシ噛んできたりとか、手噛んできたりとか、特にね、毛が絡んで痛い思いしたりすると、ワンちゃん非常に嫌がります、ね、なので最初のうちはね、おやつ食べてる時にどうぞ、ね、そーっと溶かしてってあげる、ね、それで鳴らしてってあげると本当はいいのかなと思います。おいで、わかる、はいよ、ね、こうやって食べてる間、ね、食べてる間に、少しだけブラシかけてってあげたりしながら鳴らしていく、ね、この方がね、いいと思います。でこれね、おやつなしで、手入れができればもちろんベストなんだけども、おやつなしでね、お手入れしようとすると、ブラシ噛んでくるとね、叱んなきゃいけなくなっちゃうとか、あとはね、人もそうですけど、嫌なことしてる時って気になりますよね、もちろんね。もうかけ終わったら、いい子だねって言って褒めてあげて、はい、おしまいってしちゃった方が、はい、終わり、はい、リポーズね、こんなもんでいいんです。ちっちゃい時に鳴らすためにやるからね。あれをしつけと称して、こうやってノーよノー、ダメだからねとかって言いながらこうかけていくと、もちろんブラシが嫌いになりますからね、最初も食べてる間ちょちょっとね、溶かしてあげて、いい子ね、いい子ねって言ってあげて、食べ終わったらおしまいぐらいにしといてあげる、ね、もちろん鳴らしていくことはすごい大事なんだけども、もちろんね、おやつあげないで抑えて溶かしたら嫌だよって言って暴れたりとか噛んできたりするね。でその暴れたり噛んだりするのをどうしたらいいんですか、叱ったらいいんですかって言って叱ったりしていくとね、余計にね、その辺がやっぱり、ワンちゃんたちには強く出ちゃうのかなと思いますので、我慢はね、あんまりさせないように、特に子犬の時期はね、さっさでいいと思いますね。で、ブラッシングをね、する時のコツは
は、まあ、溶かし方とかはね、もちろんね、綺麗な溶かし方はトリマーさんの動画を見た方がいいので、自分の場合はね、鳴らし方ですね。なので本当に短い時間でいいので、特に、トイプードル、ポメラニアンだったりとか、毛が長い子たちの場合は長い時間かけるって嫌がるので、ちっちゃい時にね、もしね、大きくなった時に毛をふさっと伸ばしたいって思う方の場合は、特に子犬の時期はね、ちょっとトリマーさんにカットしてもらって、短めにカットしてもらって、もちろんね、あかりちゃんじゃないですけどね、ある程度短い子って毛が絡まないので、こうやってる最中にね、さっさっと溶かしてあげちゃえば、1枚ね、ちょっと食べ終わるまでの間にやってあげて、食べ終わったらはいおしまいでいいわけですよね。ね、これが、毛質が長い子になってくると、やっぱり引っかかったりとかね、汚れ、もつれがやっぱ気になってくるので、綺麗にしようとすると時間がかかるので、短いね状態だったらさっさで終わりにできるので、まずはね、短い状態からね、で短い時間ねちょこっとやってあげて、ね、それでじゃあはいおしまいってしてあげると、ワンちゃんもね徐々に警戒しない、嫌がらなくなってくると思いますので、そんな風にしてみてください。で、もう一つ、ワクチン接種ね、もちろん終わるまでお散歩に連れて、まあ行っちゃいけませんよってなってるから、お散歩連れていかなかったりとか、人との接触もねある程度少なくなっちゃうんですけども、子供の時にね、これ3つ目接し方、過剰にね守りすぎちゃう。例えば、お散歩もね、外もね、例えば一切出しちゃいけませんじゃなくって、ワクチン接種終わってない時から、抱っこして表に出すようにしたりとか、お家の中でね歩く練習、リードとかね、首輪とかハーネスとかつけながら、もうね歩く練習どんどんしていきながら、いろんな刺激をねちっちゃい時から加えていくね。例えば大きくなったらもちろん嫌がるからね、で嫌がることっていうのはちっちゃい頃にしてない、刺激を受けてないことが大きくなったら嫌がる要因にはなってくるとね。もちろんね、ワンちゃんに会ったことない子が大きくなっていきなり会えば吠えるし、ちっちゃい頃からワンちゃんたちと一緒に接してた子っていうのは、やっぱワンちゃんに会っても吠えにくい状態にはなりますよね。なので、もちろんね、ワクチン接種してないワンちゃんを例えばね、ドッグランに連れてったりとか、お散歩中に、他のワンちゃんと会わせたりってできないんですけども、ただね、抱っこして、お散歩に連れ出してあげて、外の空気を、吸わせてあげる、外の景色を見させてあげる、ね、ドッグランとかに行って、まあ、ドッグカフェでもいいですけどね、ドッグランの中に入らなくても、外からね他のワンちゃんが遊ぶのを見せてあげる、ね、吠えるよ、走るよ、まああれが犬だからね、犬ってああやって急に動くもんだからねっていうのを見せといてあげるだけでも全然違いますね。なので、ちっちゃい頃からね、いろんな刺激に、必ず慣れさせてってあげながら、慣らしてってあげるっていうことが大事になってきますね。はい、というわけでね、今回大きく分けると子犬の時にやってしまいがちな、まあやっぱりやっちゃいけない接し方をとりあえずはね、3つ挙げてみました。皆さんどうですか、当てはまるのありましたね。どうしてもね、しょうがないっていうかね、あると思いますね。男の人ってどうしてもね、ワンちゃんをね、かまってあげるのが好きだから、まあ、なんだろう、周りから見てるとちょっと最初のうち楽しそうだけど、今歯むき出して本当に怒ってないっていう状態になってるのに、相変わらずこっちはウィー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 ってちょっかい出しちゃったりとかね。あとは、ワンちゃんがやっぱりね、あからさま嫌がってるのに、いやこれは練習だからって言って、こら待てでしょとかダメとかって言いながら、ワンちゃんにね無理やりねブラッシングかけたりとか、まあ、うなって怒ってるのを押さえつけたりとかね、そういうことしちゃったりすると、それがね結局最終的には本気で噛んじゃったりとか、嫌がったりとか、何にもしてないのにその人来ただけでうなるようになったりとか、もうそういう行動の原因になってきますからね。なので、嫌なことほどね慣らしてあげるんだったら少しずつで、それもね、おやつを使わないでやったらワンちゃんあえて逃げるの当たり前ですから、おやつを使ってあげながら短い時間でささっとやって、で嫌がる前に終わりにしてあげるとね。ちっちゃい時からこれの繰り返しですね。で、あとは本当にね、ちっちゃい時って、あんまり良くないって聞いちゃうから、刺激を避けたりとか、リスクをねどんどん減らしていこう。これ悪いことじゃないんですけど、ただね、ワンちゃんって完全に吠えるようになっちゃった、警戒するようになっちゃった、それからどうしていったらいいですかっていうのも今見てる方もね思うと思うんですけど、すごく苦しいんですよね。なのでならないようにしていってあげるのが一番いいですし、もしね、うちの子吠えるようになっちゃったらどうしたらいいの、ね、自分もよく言うんですけど、お散歩のね行き始めとかで、まあ、5ヶ月6ヶ月ぐらいで急に吠えるようになっちゃったっていう時には、自分もね、そうすると皆さんね、人のいない時間にお散歩狙っていったりするんですけど、まあ、慣れないとね余計吠えるようになってきちゃうから、おやつあげたりとか呼んで戻してあげたりとかしながら、ね、まだ吠えるのが始まったばっかりのちょっと吠えちゃうんだよねっていう時に、
どんどん連れ出して刺激を与えてってあげるとね、本当は一番いいのかなと思うんですけどね。はい、というわけで、ワンちゃんね、上手に育ててあげるとこういうの大事な時期でね、後々どういう子になるかってすごい決まってきちゃいます。で、いい子になっちゃえばその後楽なので、ちっちゃい頃の接し方、気をつけないとね、やっぱり本気で噛むようになっちゃう子も中には出てくるし、特にね、嫌なこと無理やりやったりとか、ね、あとはワンちゃんはね、悪気はないんだけども向こうが吠えてくるからこっちもからかったりとか、吠えろ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 、ね、でなんかこう吠えてると、お母さんになっちゃって俺には吠えてくるからなんだよとかってやったりするんですけど、そういう時やめてくださいね。悪気ないの分かるんですけど、おやつあげながらね、トレーニングやっていけば皆さんも仲良くなれますので、ぜひね、皆さんもワンちゃんとちょっとずつね、慌てずにですよ、そんな風に接してみてはいかがでしょうか。